殺しとなるみたいなことだけ言うやつ。どう割り詰めて、花でござる。花で、ふんです。でーす。はい、どうもです。さくらでーす。お盆だよ、ちっちゃかほー。今年もこのシーズンが来ました。なんで毎年やんねんだよ。慣れちゃうもんですね、もう。もうお客さんも説明不要でしょ。はい、早速行きましょう。ルールは簡単。はい、とある大学の過去に出された二次試験問題が読み上げられます。どれでしょう。何大学って言う。それをこれじゃないだろう、これじゃないだろうって四字章で、やっていく。逆に当てちゃったらダメってこと。そうです。逆に当てちゃったら当てたらダメだよ。で、ドボンした人からどんどん一人ずつ抜けていって、最後残った人数が多い方が勝ち。なるほどなるほど。負けた方は、外にね、熱々の五右衛門風呂が用意してあるんで、そこにドボンして文字通りドボン。ということで、メイクインザバスのボイズセカンドイーグザメー。第1問、デデンデデン、チャレンジ。数列 A の H イコール1、N イコール P の2乗、 AN プラス最高が存在することを示せ。おめでとう。おめでとう。いや、ええけど、溶けんでもええから。今回は溶けなくても大丈夫。これがむずいのかどうか。参考完全化式ですね、これ。お前、マウント取んなって、お前。お前、マウント取んなって。当たり前ね。これ当たり前です。これ、判断材料な。はい、じゃあ僕から。いや、京都工芸繊維はね、俺、一応オープンキャンプで行ったんですけど、出さなそうな感じやったんで、一旦これで。違います。おいおいおい、これがじゃあだんだん減っていくわけ。だんだん減っていく、だんだん減っていく、だんだん減っていく。簡単な問題ではないと思うんですよね。となるとやっぱ薄さが大事になってくるわけで、薄い滋賀県立大学、これだ。どうでしょう。違います。 OK。 どうした。まずはね、これヒント。これすげえ、これこっちから見たら、こっちから見たらすげえ。これにしよう。ちょっと分厚いね。あ、分厚いね。言ってる。どこですか。京都大学。お前言ったな、お前。京都大学の問題ではございません。違います。よかった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 。問題が短いのがね、怖いんですよ。問題がね、短いのって何も簡単だってことじゃないよね。そう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 、薄いので。岡山大学ではありません。違います。おい、これです。山梨大学、ちょっと大丈夫なはずです。はい、違います。おい、まあ僕ね、大学受けてないんでね。おいおいおい、このおぼっちゃらね。一等の情報がない。そんなに、あれでしょ、やっぱ薄いとこ行こう。新潟大学。違います。次だね。そうです。下見ると僕、この問題見たことあります。うえぇ、愛情家の大学。あー、お前、味方であっても今イラついたぞ。それじゃないの。マジだよ、お前。こいつ、こいつなんなん。ふくらって以外にはめっちゃ嫌そうな顔してる。これではないです。違います。うざ、大学の名前すらなかった。マジかよ。その難易度帯の過去問をやってるってことでしょ。琉球大学。違います。おい、これしかも分厚いんで。筑波大学。違います。信州大学。違います。三重大学。奈良都市大学。お茶の水女子大学。群馬大学。反対ではありません。違います。おい、でも僕を自分が取るときのボーナスプラス3点やから、これ。先生もクソもないですよ。僕もあれダメだとかある。東大じゃない人もいるんで、ちょっと向こう有利。だから P ってあれですね、任意の P で成り立つってことでしょ。そういうこと。はい、自然数で。ちょっと問題文から入ってるよ。ちょっとロジック的にむずそうだから、ドリ系な感じがするので、一つ橋を。あー、文系。いや、でもシップだから逆にないよね。一橋大学でーす。これだけど、こんなシンプルにこんなあるの。え、まだこんな。だから、ドリ系な感じがするので、一橋を。あー、文系。いや、でもシンプルやから逆にないよね。今のシンキングではめようとしてるんじゃないかぐらい。いや、これさっき解いてみた感じ、そんな難しくなかったです。あ、そうだ、解いてみた感じ。いつの間に解いてんのがすごい。脳で脳で脳で、はい、代入してけば、ループしてるの。これそうなんですよ。なんか A6 ら辺で2乗プラス12と何を12でループしてるから、そうなんです。どっかで絶対変なのが来るんで。はい、ということで、福田くん
おやすみなさい。おやすみなさい。そうなるの。いってらっしゃい。そうなの。そんなことない。これでも辛いな、これ。辛いですね。辛いですね。いくらさん、レッドブル買ってきて。はい、では2問目です。はい、おい、Y イコール2絶対値サイン C だ、引くコサイン C。 簡単やんな、これ簡単、誘導ある。2回目は、1周目1冊、2周目2冊、3周目3冊、3冊、とりあえずそこで言ってみようか。じゃあいきます。はい、オッケー。名古屋区ではありません。違います。はい、誘導が丁寧でなさそうなところを選ぶわけで、東京工業大学、レベルが高いはず。違います。オッケー。九州大学、広島大学、京都大学、東京大学、大阪大学。違います。はい、次から2冊。いや、そっか、俺の番になった。東北と一つ橋、琉球七条、神戸、北海道。違います。薄い本がたくさん集まってきた。薄い本が集まる。うわ、わかんねえ。ふくら P がめちゃくちゃ暇そう。すぐ行かれまして、今日入ってる。来ないで、来ないで、来ないで、来ないで。違います。おー、ちょっとこれ、マックス3冊でいいんじゃん。そうやそうや、マックス4にはならんほうがいいんじゃん。うっかりさん、もう減ってきた。だって、3だったら一周で24冊に変わる。21冊に変わる。またいける、またいける。よし、じゃあもうまとめて、とか一個まとめていくか。やばそう、やばそう、やばそう、やばそう。地方攻め、地方攻め。佐川、徳島、高知。結構タブーなんだよな、それでも。違います。マコが見えてなさそうな大学、こう行くわ。あ、そう。名古屋工業。工業攻め、名古屋工業、九州工業、京都工芸繊維大学。違います。いや、てか、ここからが面白いの。そうなんよ、そうなんよ。わかんないかな。頑張れ。じゃあ、国立で行きますか。ブルゾンチームの母校でやるところの島根大学。そうなんですよ。そこそれを知ってるよ。サンシェリン木の日の母校でやるところの大分大学。芸能人的として、普通にレベルの高い新潟大学。この3つ。違います。おい、あと何月？18です。えー、キム頼む。マコさんが見えてないで言うと、まあ、佐賀。いや、あいつでも滋賀好きや、滋賀やから佐賀見えてない。滋賀県出身、滋賀県出身、佐賀見えてない、佐賀見えてない、佐賀見えてない。愛媛も見えてないです。確かに見えてない。四国全引きの時やったもん。三重ですね。ああ、あるぞ。いや、これあるぜ、お前。これ何が、何言われてるか。あいつ三重。何言われても分からん。見えない。うわー、見えたー。見えたよ。うわー、言われても分からん。見えた。あーってならへん。あ、でもなんかまあいい感じ、人数が確かに人数が増えた。どうせ、じゃあさせ。ああ、1日のバトル。気分脱落。では、次は3問一気に出すんで、それのどれかを引いたらもうその人アウトです。なるほど。ってことは3人同時にやるってこと、この回で。そうですね。やば。おい、マジかよ。マジか。7年ぐらいしゃべって初めて見たリアクション。お前が。はい、はい、はい、まあ3問で。です。あ、やばいやばいやばい、もう見ても何もわからない。先生、N の正の A オープン、N ルートは整数である。でもこれ一番で来る問題なんやみたいな。確かに。一番で来るってことはとか。ああ。で、五番でこれってことは難しくてこれみたいな。はいはいはい。じゃあ行きますか。行きましょう。大ゲームを三冊で。三冊、一人三冊。三冊。そうね。じゃあ高校大とかのドリキエンとかないと思うんだよな。まあそうね。気づいたんや。それはみんな気づいてるよ。高校大、東北、熊本とか。おおおお。どういう地方なんで。違います。1個わかるんだろ、余裕じゃん。1個わかるんですけど、他の2つ引いちゃうと思うんですよ。てか1個わかる。花火師は京都ほど難しくはない。待ってくれよ、見せないでくれよ。からの九州工大、この完全に無視しようと思って。お前先輩やろ。お前大分大学が泣いてるぞ。違います。なんで今やばい。なんで言ってんか。正直全然わかんないから名前が上がってないところ。山口大学、背負い無視してるな。宇都宮大学。あ、言ってない。多分地方面に優しいよし君。で、山口、宇都宮、静岡。違います。おーい、
社会人。歯医者のエゴ。あんな不真面目な福良くんがいたでしょ。逆に俺たちいつも見すぎてて当たり前の光景。逆なら普通なんや。ちょっと俺今回じゃあ無作為デッキでいくわ。あの見ずに見ずに選ぶわ。これとこれとこれ確率的にはまあ低いでしょ。それ低いと思う。鹿児島、山梨、琉球。ありそう。いやありそう。ありそうやな。これありそう。ありそう。どうしよう。山でも迎えられへん。はい、お願いします。違います。え、これ東大っぽい問題自分もなかったから東大を取る。この3つ、東大、大分、岐阜。違います。はい、ラフラフ掴んだだけ。いや、ほんまにこの3つ、はい、絶対大丈夫。女子にモテへんやん。これ絶対大丈夫、マジで。北海道、神戸、広島。これ北海道。違います。滋賀県立名古屋工業福井。違います。秋田、滋賀、山形。お違います。おーマジでこの辺りで2個連続。うわ絶対出る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 。ある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 。でもお茶の水は多分大丈夫で。えなんでむずいっすよ、お茶の水。いやむずいのはわかんねん。でもまあいいや、ちょっとごめんごめん、ちょっと。いや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 、二度漬け禁止ない。ソース二度漬け禁止。そうするならもう一つの国立女子大学である奈良女子大学も言っておけば。やばい、悪魔を育てる。愛媛、奈良女、お茶女。違います。おー女子好き。すげえ。うわー来た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 。バイオパークで有名な長崎大学。長浜バイオではない。長浜バイオ大ではない。で、天守台の近くにある岩手大学。やっぱ一個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 だから一個一個長崎大学が。それポイントならへんで別に。マジっすか。え全然意味ないでそれ。じゃあもういいや、ゆきりんの横国。だけど情報は言う。これで来い。違います。まだいける、まだいける。やばい、回ってきた回ってきた。もう少ないよ。すごいない。これでまだ1個も出てないって。はい、和歌山、三重、福島。おっと、うわ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 、やった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 。違います。あまだ参る。いやもう、ま、何も分からない。全部同じに見えるよね、ここはね。もう何も分からない。全部もうそれにしか見えない。じゃあ、分からない。さっきもやったけど、四国デッキ。うわやばいやばい。お前、今回は無理やだ。あお前、四国デッキ。四国好きすぎる。なんかゆかりあんの。香川、徳島、高知。やってたな、それ。さっき意外と耐える気がする。違います。おー謎のせい、謎のせい。いや、もうだって少ないやん。少な。難しいのは選んじゃいけないんですよ、1、2が。1が特にむずいんで。はい。いや、ここまで来たんや。これで終わりでいいやん、もう。奇跡起こそう。これで、みんなで奇跡起こそう。これいったらマジで、俺らの東大王出れるから。間違いない。Q さんも出れるから、これ。Q さんの人。はぁって書いてある。これできますって言われても。まだマシな。佐賀、鳥取、宮崎は、どうですか。違います。10切るまでは2でいく。じゃあ2いくか。やばい、怖い怖い怖い。いやでも難しい大学も簡単な大学もなんかちょろちょろ残ってる。そうそうそう、いい感じに残ってる。全部ぽいもんな。てかもうぽいかぽくないかそこは。全部人狼に見える。全部人狼に見える。こっから2冊。はい、あ岡山と群馬。あどうだ。違います。でもここまで来たらもうなんかここまで来たら最後3冊残したいよ。当たりそう。問い位置を出してくるのは多分このなんかこの辺な気がしてるよ。ダークホース。え、ちゃんと残ってるやんな。残ってます、残ってます。すごい。嘘じゃないん。これすごいと思う。正直ここまで来ただけでも信じよう。お、あ、2冊取った。じゃあ1冊取った。これは千葉。千葉。千葉だよ。来た信州千葉。結構レベル高い。これやばくない。医学部ありますよ、新州。あ、どこまでか。違います。よく選んだ、よく選んだ。すげー追いつきた夏。ちょっと触りづらい2つだったけどね。やばー。でもあと11冊。すごくやったよ。すごい。やったよ。じゃあ理系の問題があったから、理系って書いてあるとこは行きたくないなった時に、
広大と広大広崎まあまあまあむずいけど、でもね、ここまで来たらもうここまで来たらもうここまで来たらもう引いてもあっさりむずいけどな島根体積的にもでかいから他はね、ほぼね、結構厳しいところにいてあいや、きつい広崎だよ両方の広崎がいややっぱり両方の広崎だったねいやでも正直すごいと思う。すごいここまで抜いたわ。すごい。弘前どれですか。弘前が無限級数。ああじゃあ理系って書いてないのに理系の問題だったんだ。しょ。まあとりあえずでも一個切除に成功した。よかった。よし。あとは頼んだね。この間は。いや苦しいな。これ2冊引き？10冊切ったんでこっから1冊ずつでいきたいと思います。はい。よし。いやでもなだから何みたいなだから何みたいな確率は9冊分の2か9様っぽくなってきたなそれむずいっておおおいったあ、お前いったあ、いったお前大阪大学うわぁーこれは大丈夫だはずだ大阪大学これ解きましたもん僕たち。あ、お前してたそれだ。僕だって積算解けましたもん小判が。あ、そうなんですか。ってことは。あやべ。あと一個。あと一番上のこの。でも22や22。22だ。いい勝負。いや待って。まだ結構もう冷静にいけるよ。さあ残り7問抜こうぜ。行こう。茨城大学。違います。おお。いや僕ら。思います違いますどの問題か分かったらかなりでかいよそうっすねそう、それでかい終わりでいいじゃんいや、全然わかんないいや、これ、やばいわこれこの画面に俺がいているのがちょっともはや罪悪感でしかない金沢大学違いますいや、正直もう目星つけてつくわてか、なんか多分キュンってどっちかか抜け、抜きはい、埼玉大学違いまーす。バリューザイ。バリューザイ。いや、多分大丈夫だと思うけど。もうジェンガみたいになってる。ジェンガみたいになってる。これは。違いまーす。三択三択。この中だったら、筑波かな。お、お。さすがに。え？お前、お前。お早いってお前。違います。やべえこれやべえこんだけあったのすげえこんだけあったのにあと2冊しかも 9.2 個マジでやばいこれやばいうわーうわー名古屋の9時てかよくここまで来たわほんまにすげえうわどっちもあるなこれそらどっちもあるとかそういう次元の話終わってるもんでも俺は渡れねえ俺なでもなあそっか元志望そうやそうそうそう志望鑑定から言っていい名古屋は定数問題で出すのよなるほどいや思うんですけど名古屋は確か4問4問つまり名古屋の方がむずいんですよ問題1問1問はそうね九州よりはっていう情報だけ言っておきますより惑わすでこれはでもむずかったねやっぱこれはむずいと思うんだけど今出てんのが弘前と大阪なのだからバランスを考えると確かにね九州あ場所的な確かに釣り合いそう重心がでもその傾向あるなマコ何型お前血液型 A 型ですほら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 いやでもな俺これ結構名古屋市もするけどなこれ一橋三重大阪広崎やっぱ九州あるなあれはやばい九州あるこれ九州あるなバランスがもうもっと苦悩してほしい動画的に性質のイメージは名古屋で問題のバランス的にはこっちだよそうですね都市の中心部からのアクセスはこっちの方がいいああそうだね確かにっていうことはルートの問題でしょさっきでルートから近いでしょうんってことはってことはこっちがさっきの問題だおということでこれきたいやもうやもうやもうやこれしかないよし名古屋大学お願いしますドゥルル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 ドゥルー名古屋名古屋落ちなんだよ俺は
アドバイス大事だったほらー。言わないのに。大事だったね、アドバイス。うわ、すごい。ここまで来たけどな。また最初っからだ。一応でもあれか、俺らの勝ちなんだ。チーム一応そういうの忘れとった。忘れてた。せーつ。はい、はい、いや激アツでしたね。赤本、赤本甲子園まさかここまでいかない。ふくらぴー、おったいな。おったいな。早時間の短さがやばいです。おかえりなさい。顔寝起きだよ。ということで、クイズドッグ VS 花尾チャンネルチーム、勝者、花尾チャンネルチーム、イエーイ。おめでとう。めちゃくちゃ最後良かったよ。まあ途中までめちゃくちゃ盛り上がった。アドバイスもあってたしね。そうですね、確かに甲子園行った気分になったね。だから久しぶりに心が熱くなった。嬉しかった。ということで、あとでね、川上拓郎くんはね、ドボンしてくれてるんです。俺だ。唯一生き残ったの。こっちチーム唯一。